はい、皆さんこんにちは。今回は初心者ゴルファー日記第4弾ということで、初心者女子ゴルファーのゆっこさんの成長ぶりと近況をお伝えしたいと思います。それでなんとゆっこさん、クラブを握って1年、本コースデビューしました。ではゆっこさんに、ショートコースではない本コース18ホールを初めてラウンドした、その感想などについて聞いていきたいと思います。で、動画の流れですが、まずはじめに今日のレッスンの模様を、それから今自主練習をしているんですけども、そこへお邪魔して、その初ラウンドの感想などについて聞いていきたいなと思います。そしてラウンド動画、そして最後にまとめ、この順序でお送りしたいと思います。はい、ではレッスン後に自主練習しているゆっこさんに、今回の本コースデビューについてちょっといろいろ聞いていきたいなと思います。で、本コースデビューの話も後で聞くんですけども、その前に最近のゴルフの調子でいいとこ悪いところちょっと聞きたいんですけども、いいとこはどんなことですか？はい、いいところはだいぶ、安定して打てるようになってきて、お腹もこう体感ですね。おへそもちょっとずつ回るようになってきました。あ、それは良かったですよね。はい、で、悪いところになります。ここちょっと悪いから。悪いのは、こう、なんだろう、こう手首が ほどけちゃう時があって、そういう時は、もう、ダメ。ダグったり、トップしたりする。はい、そうですね。まあ、もうその時は必ずほどけてます。なるほど。はい、まあ、クラブを支えるっていうのは結構大事なので、はい、まあ、そういう意味で自分に合ったクラブを、まあ、この1年ぐらいかけて、はい、探してたりして、レッスンでも使ってたんですけど、それで結局、はい、マイクラブを買われたんですよね。買いました。ああ、よかったです。はい、で、どこのメーカーの何ていうクラブですか？ヨネックスさんのフィオーレというクラブを買いました。なるほど、ヨネックスのフィオーレ、可愛いやつですよね。可愛いやつ、うん、女性専用に設計された、はい、ちょっと軽めの、はい、で、スイートスポットもちょっと広いから、はい、で、ちょっと打ちやすいクラブだと思うんですけどね、はい、で、フェイガー自体も結構お買い得というか、そうですね、手頃な感覚になってるので、はい、持ってたよりよかったですか、はい、で、ラウンドで使われました、はい、どうでした？実際使ってみて、ラウンドを実際使ってみて、うん、もうすごい打ちやすかった。あ、振りやすかった。振りやすかったし、うん、普段全然練習の時と同じ。そうですよね。普段レッスンの時もフィオーレの前の方を使ってますから、はい、まあ、そんなに違和感はないかなと思うんですけど、はい、はい、すごい、もっとちょっと軽いくらいかな。あ、そうなんや。全然、あ、でも違和感なく負担が。当たった時は飛びました。飛びました。あ、当たった時は飛びました。はい、ドライバーとかも。なるほど、はい、で、そのヨネックスフィオーレを使った、はい、本コースデビュー、はい、初めての18ホール、はい、で、メンバーコースに行きましたけども、はい、その感想をお願いしたんですけど、どんな感じでしたか？はい、まあ、人生初めてのゴルフ場だったんですけど、はい、本コースデビューで、はい、はい、もう、でも想像していた以上にすごい楽しく、うんうん、回ることができました。
ました。なるほど。まあ、チェリーヒルズっていうところで、はい、結局本コースが初めてと思ったので、はい、前あのショートコースでしたよね。うん、だ気持ちもあそこのゴルフ場上げてくれる、はい、うん、で日本女子プロ選手権も以前行われましたし、はい、で結構最近の人気コースなんで、ね、はい、まあ、入っただけで、まあ、圧倒されるところもあると思うんですね、はい、初心者としては、はい、うん、でも気持ち的には上げてくれますし、はい、その分頑張らなあかんなと思って、はい、で、まあ、ちょっとトリッキーであったり谷もあったりして、はい、谷越えとかどうでしたか。谷はもう全然難しかった。谷真っ白って感じ。谷真っ白、まあまあそらすよ、はい、だから結局本コースに行くとやっぱそういうあのトリッキーな部分ハザードがあったりして、はい、だ飛距離もいるし、はい、しっかり方向性も出していかないといけない、はい、でないとあのグリーン乗っていかないので、うん、あとまあ実際のコース行くとグリーンも難しいと思うので、ね、はい、パターの練習もしないといけない、はい、どうですか今後の目標としてはどんな感じですか。そうですね、でもやっぱり回りながら、はい、もっと上手くなりたい。あ、なるほど、ながらいいことですよね、はい、うん、ずっと回ってたので、うん、これからはそのやっぱり崖、谷とか越えるためにも、そう、崖ではなくて谷谷とか越えるのにも、うん、やっぱりこう、まあ、普通にもちろん当たるだけじゃなくて、うん、飛距離とかもやっぱりないと越えれないだろうし、うね、うん、と全体的にもっとこうアプローチ、あ、なるほど、グリーン周りの短いアプローチとかね、はい、まだパターンも全然まだまだ、そうですね、まあ、今回のデビューは、うん、デビューしてゴルフ場ってこんなんだよって、ゴルフ場で回ることをこんだけ楽しいよって、はい、あの非日常の時間を過ごせるんでね、はいはい、そのためには技術を上げていかないといけないっていうのも、はい、まあ、明確に分かったと思うし、そうですね、うん、はい、目標もはっきりしたと思う、はい、うん、まあ、いい経験だと思うし、はい、で本当クラブ握ってちょうど1年ぐらいで、そうです、そうですよね、ちょうど6月末ぐらいで、ですよね、でその間1年間ぶっ通してゴルフしてたわけではなくて、はい、体調崩したりコロナもあったりね、そうなんです、うん、だから練習量が減った時もあったんで、はい、その中で1年後になんとか、はい、あの本コース思われたっていうのはね、はい、僕は成果だと思うんで、はい、うん、私も嬉しかった、よかったです、はい、でまあ、次回に向けてまた頑張りましょう。はい、うん、ではあのこの間の、ラウンドを皆さんにご覧でいただきます。はい、どうぞ。はい、皆さんいかがでしたか。チョロもあり、グッドショットもあり、でこの1年間、まあ、体調崩したりいろんなことがあって没頭できない、ゴルフに没頭できない時期もあった、それでも1年経ってなんとか本コース18を回れたということはすごい本人も喜んでましたし、良かったと思います。で今回初心者ということで後ろの組に迷惑をかけたらいけないということでティーショットに限って動画を何枚か撮ったみたいなんですけども、その初心者が周りに迷惑をかけずにゴルフを楽しむ、メンバーコースを楽しませてもらえるという心構えはいいんじゃないかなと思いました。でやはり18ホールのメンバーコースっていうのはかなり本人にとっては難しい、ハードルが高い、でも楽しかったと。ただそのハードルを超えていきたい、谷越えをしたい、バンカーもちゃんと出したい、パター数も減らしたい、いいショットを持ちたいっていう欲求も芽生えたみたいで、また練習に頑張ってもらえると思います。まだ彼女を応援するコメントがあればコメント欄にお願いします。それでは
今回の動画が良ければ高評価もチャンネルご登録もよろしくお願いします。それではエクセレントスイング目指してレッツゴー。